はい、皆さんこんにちは。ゆかちゃんです。あ、じゃなくて大塚進です。皆さんこんにちは。大塚進です。ちょっとまたご無沙汰しちゃってですね、すみません。本日はご覧の通りです。令和4年、2月の今日は22日火曜日午後です。でですね、天気予報ではですね、曇りだったんですけどね、曇りどころじゃないですね。もうどか雪、大雪です。大雪、結構もう10センチ、20センチかないかな。本格的に降ってますね。で、今日一日こんな感じみたいです。ただしね、気温自体は、まあ、寒いは寒いなんですけども、そんなに冷え込んでいないんで、今のところね、まあストーブがないと大変ですけど、それでもなんとか外は気持ちいいですね。こんな感じです。本当にこの季節になってね、やっぱり今年は雪多いんでしょうかね。どか雪というか、本格的な雪が今降っておりますよ。まあ気持ちいいけど寒いけど気持ちいい、気持ちいいけど寒いという感じでございます。わ、この辺すごいです。わ、長靴が完全にね、長靴の方に潜っちゃってね、足がね、ほらドバーって完全に入っちゃって、靴下まで濡れちゃいますけどね。こんな感じです。今日はですね、生徒さんがいらっしゃってね、一生懸命今日練習しまして、レッスンしましてね、先ほどこちらから帰りました。無事ね、雪の中帰ってくれるといいなと思ってるんですけどね。ちょっと景色をつしながらね、まあここ2、3日のことをね、お話ししておきたいと思います。あー、でも気持ちいい。雪は気持ちいいね。寒いけど気持ちいいね。まず、コロコロワクワクのこと、例によってなんですけども、皆さんご存知の通りですね、もう、うてうてどんどんですね、いけいけどんどんじゃなくて、うてうてどんどんでですね、もう日本政府が率先して、頑張れ頑張れ、うてうてって言ってるんですけどもね、うん、まあ、それを真っ向から信じてね、うん、一生懸命3回も打たなきゃ4回も打たなきゃっていう方々もたくさんいらっしゃると同時にですね、こんな感じです。美味しそうなケーキみたいな車です。クロちゃんです。なんですけども、そろそろこれはおかしいぞってことね、気づいた方もね、気づいてきた方もだんだん増えてると思うんですよね。あ、それでですね、今日言いたかったことはね、まあ一つ二つだけなんですけども、一生懸命コロナをですね、あ、コロナでワクチンをですね、ワクワクをですね、進めているですね、一般の人々にね、やっぱり進めているワクチンを打てと進めているですね、まあ、政府はもちろんそうなんですけど、他のお医者さん方々、それからお役所の方々、その他、危ないからワクチンを打てと一生懸命進めてる、まあ、マスコミの方々、YouTuber の方々、まだ今は、バレてませんから、打てと言ってですね、お金をいっぱいもらってですね、お医者さんなんかもね、一人ワクチンを打つとですね、まだ結構なね、結構いい お金がですね、転がり込んでくるらしいんですけど、どうなんですか本当のところは。で、そういうお医者さん方々ね、まあ私はただの一市民ですけど、一市民の立場として言わせてもらいますが、そんなことをしててよろしいんですか、そんなことをずっと続けていて大丈夫なんですか、いろんな意味でね、まあ社会的というかね、社会的にはもし本当のことがバレてきた時に、それまで一生懸命ですね進めていた方々は、世の中でもうですね、居場所はなくなるんじゃないんですか、大丈夫なんですか、そのことをね、お医者さん方とかね、から進めてる役所の皆さんとかね、製薬会社とかね、そういう方々に一応念のため聞いておきます。で、それからね、もしそういうことがうまくクリアできてね、そういうことから逃れることができたとしても、お医者さん方々はそんなことでよろしいんでしょうか、良心というのはあるんでしょうかね。その本当に信じていいものだと思って進めている人は、まあ
少なくとも悪気はないんでね、悪気はないんで、ある部分情状酌量できるんでしょう、させてもらえるんでしょう。だけど本当のことを分かっていて、本当はどんなものを打ち込んでるかも分かっていて、それでも上からの圧力とお金だよね、飴と鞭ですよね。いわゆる人間を動かすためには飴と鞭で動かすんでしょ。飴と鞭に従ってですね、一緒になってですね、うてうてどんどんやってるお医者さん方々、両親の方は大丈夫ですか？魂を売ってないですか？悪いものにね、魂を売ってないですか？これからちゃんと今後もね、そのお医者さんの使命をね、全うできるんですか？もともとあったんでしょうか？製薬会社と結託して儲ける方に走ってきた、来ちゃったのかな？ずっと昔から。でもそれで一生懸命お医者さんになるために勉強して、頑張って勉強して、たくさん学んで、いい学校を卒業して、でその結果として、そんな魂を売るようなことをですね、やってて良いんですかってことをですね、まあ余計なおせっかいながらですね、問います。もしまあこんな、このね、私のつまんない動画をね、見てくださる方は少ないと思いますけど、もし、そういうところで関わってらっしゃるね、皆さん、お医者さんとかマスコミの方とか、製薬会社の方とかね、まあ、胸に手を当ててですね、こんなことをしてきて良いのかどうか考えてください。まあ、そのことだけをね、ちょっと今日は、問いたかったんです。まあ誰でもね、弱みはありますし、誘惑もありますしね、こういうことされたら言うことを聞くしかないっていうところがあると思いますから、他人がね、人のことをあれこれ断定したり断罪したり裁いたり、判断したりすることはできないと思いますから、各自一人一人がね、自分の心に向き合ってですね、自分のやってることを考えてみるしかないんだと思いますけどね。まあお医者さん方、特にお医者さん方、今はね、あと製薬会社お医者さん方、よくよく自分のやってきてることに対してね、考えてください。でお天道様に向かってね、恥ずかしくないお医者さんで言ってくださいね。お願いしますね。はい、自分のことについて言うとですね、まあ一楽器奏者としてね、なんとか死なない程度には生きてるという人間ですけども、まあやっておきたいことというかですね、一つ二つ、このこととこのこととこのことはですね、ちゃんと形にしてですね、世の中に残してですね、おきたいということは一つ二つあります、あるんですよ。でそれをね、まああとなんとかね、いろんな部分で厳しい部分はありますけどね、まあ今演奏者なんていうのは生活はとても厳しいですからね、なんとか持ちこたえているという状況だと思うんですけども、まあ、それでもね、なんとかね、自分のやりたいことはね、あるんで、やっておきたいことね、やっておきたいことが一つ二つありますので、でそのことをですね、なんとか形にして残しておきたいなと。具体的に言えば演奏やってるものですから、その演奏、実際の演奏をね、ちゃんと形に残すっていうことと、その根拠となる、根拠というかね、その裏付けとなる演奏の技法的なね、理論的なそのメソッドというかね、まあ、私が学んできてね、学んできたり体験したりしたことをですね、なんとか後から続く人にね、お伝えしたいということが一つ二つありますのでね、そんなことをですね、なんとかこれから皆さんの助けを借りてね、本当に生活助けてもらっておりますので、皆さんの助けを借りてですね、一回りしちゃったよ、さっきのところから一回りしちゃった、まあいいよね、ブラブラと話しながらやっていきたいと思っております。だから私もね、できるだけ頑張ってやっていきたいと思います。そんなとこですね。もう9分30秒10分近く話してしまいましたけど、みんなそれぞれね、お医者さんもね、みんなもね、なんとかね、自分たちのやってることがね、本当にお天道様に向かって顔向けできるものであるようにね、それでありたいですよね。たとえその日の目を見なくても、その認められなくてもね、そういう生活、人生を送ればさ、
最後の時にさ、一応ちゃんとできるだけのことはやったってことは自分で納得できるでしょと思うんですよね。だけどさってすいません、もうため口になってすいませんけど、本当のことを分かっているのに、悪いと思いながら、知っていながらね、どんどん一般の患者さんたちを騙してね、でなんかいろいろ打ち込んでね、でお金をその分もらってね、それで良しとする、そんな人生でよろしいんですか。お医者さん方みんな頭いいからね、すごく優秀な方々ばっかりだと思うんだけど、でもそんな人生でいいんですかってことをね問いますよ。で今でもね、世界中でも日本でもですね、たくさんの方々、お医者さん方立ち上がってですね、その良心に基づいて立ち上がってる方々はたくさんもうすでにいるわけなので、自分のことを振り返ってね、あ、そうだなと思う一口人はね、どうぞ立ち上がってください。でなんとか今のね、この悪しき流れからね、一歩退いてですね、その逆に向きになっちゃってるところをね、正していくというところにね、一緒にやっていきましょうよと思うんですけどね、どうですかね。まあ偉そうに言いました、非常に偉そうに言いましたけど、カチンと来た方いたら、お鳥さん、お僕鳥さん、おむくちゃんかな、なんで来てるのかな、あ、ご飯を食べに来たか、猫のご飯を食べに来たか、本当はドッグフードだけど、そんなことです。はい、ということで今日は2月22日、すごいね、2022年2月22日、2が並んでますね。6月、666じゃなくてよかったね。222222。はい、そのとこです。とてもとても綺麗な、早春ですけど、雪景色です。では、ありがとうございました。またよろしくお願いします。